マイアスクラピア東京永田浩司です。こんにちは、よろしくお願いします。さあ今日はセルフチェックで明らかにするあなたの偏頭痛は噛み合わせ調整で治ります、診断編ということでやっていきたいと思います。最近私の患者さんでいらっしゃったんです。20代の頃からずっと偏頭痛で悩まされていて、オルゴン4の治療が終わった時に偏頭痛が全くなくなりましたと。1日3回4回ロキソニンを飲まないと本当に生活できないぐらい辛いんですって言ってた方が治ったんですね。でもこの方は最初の段階から明らかにおかしいっていうのを私すぐに分かったんですね。最初にお断りしておきたいんですけど、噛み合わせで姿勢が治るとか噛み合わせで必ず偏頭痛が治るっていうのは怪しい歯医者さんだと思うんですね。ただ不良な姿勢の原因の中で噛み合わせというのも少なからずあると思います。私は全ての偏頭痛であったり姿勢の不良の原因というのを把握しているわけではないんですが、明らかに噛み合わせ原因で悪くなってるなっていう人の一定割合はいるんですね。今日動画でご説明させていただきたいのはこの明らかに噛み合わせが悪い人、これをセルフチェックで見えるようにするって、実はこれ歯医者さんでも難しい、補鉄の専門医でも難しいと思うかもしれないような内容を皆さんに分かりやすく説明させていただく、そんな回になります。ぜひ最後までついてきていただければと思います。よろしくお願いいたします。歯がボロボロでどうしたらいいかわからない、アスクラピア東京はそんなお悩みを解決するチャンネルです。オンライン相談もやっておりますので、遠方の方、時間がない方はお気軽にご利用ください。それでは始めていきましょう。さあまず偏頭痛っていうのは何かっていうところなんですが、偏頭痛っていうのは神経系の異常な活動によって引き起こされる激しい頭痛の一種ということでございますね。本当に脳神経系で悪くなってしまう方もすごいたくさんいらっしゃるということですね。そして整形外科的なところで姿勢が悪いとかっていうところで起きることもあるようです。でもちろん噛み合わせが原因で起きる患者さんも一定割合いらっしゃるということですね。全ての偏頭痛を起こす不整合を私は把握しているわけではないのですが、鏡とかを見てみてですね、顔の真ん中ですね、目の位置とかっていうのはあんまりずれないですね。成長に伴ってまっすぐにしか成長しないですけど、こっから下って結構曲がってるんですよね。鼻が曲がってる人はほとんどです。体感では8割9割曲がってるかなって思います。10人に1人2人まっすぐな方がいらっしゃるかなと思いますけど、鼻は少なからず曲がってるので、この曲がってる鼻に合わせて顎が曲がってる曲がってないで不整合を判断してほしくないですね。私が判断するのは目を見て、ここのチンの部分ですね、これが真ん中に下ろしていった時に明らかにずれてるなっていう場合は、おやおやって思う瞬間ですね。これはお口の中を見る前に診断することです。もちろんそれでも合ってる方はいらっしゃるんですけど、まずスクリーニングとして疑ってかかるっていうことをし始めるのがその段階ですね。さあそれでは、顎が右にずれる左にずれるっていうのは実は結果的に起きるんですね。歯と歯の関係によってそこにずるっと滑り込むような、そんなイメージかもしれないですね。お口の中っていうのは歯が28本ありますね。上14本下14本あって、28本が噛み合って、これがきちんと同時に接触することによって健康な状態が保たれてるわけなんですが、例えばブリッジをやりました、入れ歯をやりました、詰め物をしました、矯正治療をしましたっていう場合、完璧に合わせるってすごい難しいんですよ。この歯自体は一見綺麗になってるんですけど、完璧に合うわけないんですよね。そもそも元々のガタガタしたものが基準になってきますので、それを顎は小さい中で一生懸命綺麗に並べたところでずれてる場合がほとんどだって疑ってかかるんですね。超専門医のスーパードクターっていうのは矯正の先生であっても、この顎の位置関係まで見て矯正治療をされるので、縫合調整をする必要っていうのはほとんどないんですが、実は矯正治療をされた方で噛み合わせの調整が必要になる方っていうのは結構いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに私は思います。そのレベルまでできる矯正の先生っていうのはなかなかねいらっしゃらないのでね、一般的な話で言わせていただくと、歯並びが綺麗であれば矯正治療としては OK。 でもね、この噛み合わせの不具合があった時どうなるかってことですね。不具合の度合いにもよるんですけど、ちょっとしかずれてないやつと超ずれてるやつがあるとしたら、一番最初に超ずれてるやつのところでガチンと当たって、そうでもないところにずれてって一番噛み合うところで噛み合わせってできてるんですよ。ということは、顎関節がいい位置にないところで実は噛み合ってる場合っていうのがほとんどなんですね。顎関節が一番いい位置にあることを CR、 セントリックリレーション中心位って言うんですけどね、噛み合わせが一番噛み合う位置になることを最大後頭看護位って言ったりするんですけど、噛み合わせがいいっていうのと顎関節の位置がいいっていうのは全然別問題っていうことなんです。そしてそもそもこれはご自身の歯がすごい健康な方であっても、ほぼ9割ぐらいの方はずれてる、完璧に一致する方はほとんどいないよってことなんです。裏を返せばどれぐらいずれてるかってことですね。ずれてたとしても問題がなければいいんですよ。偏頭痛がない
とか顎関節症がないとかそういうのがなければずれてたとしても確かに定期的に見ていかなきゃいけないポイントはあるかなとは思うし、かかりつけの歯医者さんに関してはどれぐらいずれてるかっていうのを分かっててほしいんですけど、その上でずれてるけど問題ないよねって噛み合わせを見てる場合にはいいんです。歯医者さんに行ってカチカチ噛んでくださいとか言われることはあるかなと思うんですけど、もう不十分なんです。あれだけじゃあれは噛み合わせしか見てないですね。顎を見てないんです。顎を見ていくためにはどうするかっていうのを今日説明していきたいと思います。噛み合わせがじゃあ悪い時に顎はどういう風に調整するかというとですね、この顎っていうのはこれどういう風に動くかっていうと、もちろんこういう風にカポカポこういう風に動くんですけど、それとは別に顎って実は滑走運動するんですね。これもこういう動きをするんですよ。非常に関節の中でも特殊なものって言われるんですけど、で後ろに動かないんですよ。すなわち何か問題が起きた時に体が調整する方向っていうのは前なんですよ。なので奥歯でどっか当たっちゃったよっていう場合に関しては顎を前に持ってるんです。その前に持ってこうとするバランスを取るために筋肉でお痛みが出ることがあるんですよ。これが偏頭痛の原因になり得るってことですね。じゃあその前提を元にですよ、ちょっと後ろの方に持ってきたいじゃないですか。我々これどういう風に見ていくかっていうと、できるだけ奥の方で噛んできてくださいって言ってスッと噛んだ時に前歯に何か挟まってたら奥歯は当たらないはずなんですよね。奥歯が当たってるか当たってないかっていうのをリーフゲージっていうのを歯医者さんを使って見ていくわけなんですね。どういう風に調整されてるかっていうと、我々は何か噛み合わせが悪い場合は外側横突筋とかっていう筋肉が動いたりとかして、こう関節をこう前に持っていって調整したりするんですよ。その緊張状態が偏頭痛になっていることがあるんですよ。これを診断していただきたいわけなので、こういったものを噛んでいただくと、でしかもできるだけ顎を後ろにやって、できるだけ奥歯が当たるように当たるようにってやっていくんですけど、でも当たらないのがポイントなんですよ。その状態で5分待ってください。5分待つと筋肉の緊張が取れてきます。顎関節の中の浮腫が取れてきます。この顎関節の状態が非常に安定してくるので筋肉が非常にいい状態になってそこで閉じようとするんです、ね、その状態でもし奥歯が当たってるんだったらこれは全然ダメだっていうことなんですね。このリーフゲージによく似たものだとクリアファイルなんていいかなと思うし、まあ、いらないものがあったらハサミかなんかで切って2枚か4枚ぐらいやってですね、はいはい、私の方には全然奥歯が当たってない状態なんですけど、その状態で5分待ってみましょう。でその時に奥歯が当たってたらどうですか。これは結構やばいやつです。もっと増やしてください。この枚数を倍にするなり3枚4枚とか増やして完全に当たらない状態にしていただいて、また5分経つとですね。で今完全に当たってない状態ができましたと。でそれで少しずつ枚数を減らしていきます。最終的には残り1枚になるところまで見ていきたいんですけど、例えば1枚挟んだだけの時にもう奥歯も全然当たってませんよっていう方は噛み合わせほとんど問題ないです。それ外して全部噛んでたら全然問題ないです。3枚とか4枚とか挟んでるにもかかわらず奥歯までがっつり噛んでますよとかって結構いらっしゃるんですね。そういった方に関しては顎関節の位置がずれてるんですよ。そのためにいろいろな筋肉が傷んできます。これが偏頭痛の原因なんです。ですのであなたの噛み合わせがどれぐらいずれてるか、それはクリアファイルを使っていただいて重症度がどれぐらいかって見ていただくのが非常に重要だと思うんですね。まあ、歯医者さんによってはこのリーフゲージではなくていろいろな方法で審査をしたりするんですが、やってることは同じなんですね。完全に閉じ切る前に早い段階で当たっちゃう接触のことですね。早期接触って言います。これがどれぐらいの強さで起きてるかっていうのを知っておくっていうのが非常に重要なんです。3枚以上の方はかなり要注意だと思います。私は調整おすすめしますね。ちなみにアスクラピアでもこの調整やってるんですけどね、ちょっと高いですね。3回で10万円以上しますので、誰にでもできるっていう感じではないんですけど、特に多いのはやっぱ矯正後の患者さんかな。ちなみにこの調整方法なんですが、噛み合わせの型取りをさせていただいて、顎関節に対して歯列がどこにあるか、こうやって正常な方もいらっしゃれば、こんな大きい方もいらっしゃる、こういう風に動く人とちっちゃく動く人もいますよね。動き方っていうのは全然違いますし、障害になってくる噛み合わせの形とかっていうのも全然変わってきますので、そういったのも記録させていただきます。その上でドクターが模型上で1時間2時間かけてシミュレーションするんですね。その順番に合わせてお口の中で調整をしていくので結構大変なんですよ。しかも3回4回やるんですね。ですので本当に費用はちゃんとやろうって思うとかかってくるかもしれないです。ここまで命をかけて噛み合わせ調整をしてるか、これはオールオンフォー治療もそうなんですけど、包括的な歯科治療をやってる歯科医師としてやんなきゃいけない調整かなというふうに思います。じゃあ具体的にどこの筋肉に障害が起きてくるかというと、一番偏頭痛として起きやすいのはこの側頭筋ですね。側頭筋ってどこかというと、ここの下顎の筋突起っていうところから扇状にブワッとここについてるやつですね。こめかみのところにこうになってるんですけど、ここ私3本指でよく審査したりするんですけど、ここ噛んでいただいて
緊張するとこありますよね。ここの筋肉に痛みがある、前の方か後ろの方か、これを見ていただきますね。歯医者さんであればここら辺は見るかなと思います。お口を開けた時の顎関節のお痛みがあるかってことですね。抗菌の痛みがあるかな。内側翼突筋、外側翼突筋の触診をされる方もいらっしゃいますが、私はあんまりやらないですね。でそして強さに言うと突筋ですね。首から下なんて関係あるのとか、肩こりに関係あるのって思うかもしれない、あなた実は関係あることもあるですね。この乳腰突起っていうところからこの下のところ、そこにお痛みが出てくるってことも結構あるので、そこら辺は筋触診されることが非常に多いんじゃないかなと思います。早期接触が起きた時に筋肉でバランスを取ってる、実はこの中の外側翼突筋っていう触診できない筋肉のところで調整は行われてるんですが、結果他の筋肉が頑張ろう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 ってやって、そこら辺の筋肉でお痛みが出てくることがあるんです。噛み合わせが原因で片頭痛が起こる場合は特定の筋肉が痛んでくるので、そこの筋痛があるかどうかも我々は見ますね。さあいかがだったでしょうか。今日すごい難しいこと言ってます。歯医者さんの7割ぐらい知らないお話かもしれないです。でもアスクラピアを見てる皆さんには知っていただきたい、噛み合わせがどれだけずれてるかっていうのは実は可視化できるんです、数値化できるんです。これって超すごいことなんですけど、アスクラピアでは全員やっております。今日は片頭痛の原因が噛み合わせの異常で起きてるんじゃないかなっていうことをボーニー君と一緒に説明させていただきました。非常に難しい内容でしたので、分かりにくかったらもう一度説明させていただきたいと思います。ぜひコメント欄に分からなかったもうちょっとお願いしますって優しめにコメントお願いします。そしてチャンネル登録もお忘れずに。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。